私たち人間界に来てしばらく経つでしょ。うん。実際に来て思ったんだけどさ、人間ってこんなにたくさんいらなくね？うじゃうじゃうぜ。天使の言葉とは思えないわね。ここをまっすぐ行けば終わった。って工事なんて聞いてないんですけど。嘘でしょ。それでもって迂回路とは。どうしてこんなことに。私が何をしたっていうの。一人飯だ。あいついつもこんなとこで食べてたのか。ああ早く気づいてあげればよかったわ。サターニャ。うわあ、ガブリエル、ヴィネット、なんでここに。あ、やだやだ、影響されすぎ。これがゲームのってやつかしら。おとなしく引き返しますか。奥の手が何だって？なぜこんなところに犬が。サターニャごめんね。一緒に食べる人がいなかったんだね。うわ、眩しい。ああ今誰かいたよな。気のせいか。よかった、バレてない。掌握ってそれも全て我がライバルガブリールに遅れを取らないためにね。くんし。お前ほんとバカだな。バカって言うな。いい？あ、それってビジネスの話です。成功報酬とかって出ますかね。経費は、失敗の定義は。このアルマーニュのスーツが汚れたら弁償してくれますか。っていうかできますか。ちなみにこれオーダー品で戦闘力53万ですけど。あ、ちなみに金額的なお話ですけどね、税抜きでね。そうだったわ、こんなの常識中の常識よね。その形状からよく横に割ろうと思ったな。いいから早く食べなさいよ、美味しいから。お前も学食初めてだろ。誰か上にいたの。僕知ってるよ、見たんだ。困ってる人を助けてくれる、あれはアソシンだよ。パパのやってるゲームで見た。そう、何それ。あ、けど結婚とか興味あるんだ。普段はそう見えないけど意外と乙女なところも。ああ、独身男性全員消えてなくならないかな。あんたそういうことは言うもんじゃないわよ。だからなおさら堂々と。堂々と。どう、この凛とした立ち居振る舞い。さすがの変質者も声をかけられないでしょ。神かよ。天魔さんってあれ、高校生になって中二。そういうことじゃなくて、もっと現実的なことを。あんたならやりかねないわね。月の瀬さんもさっきからノリ良すぎ。ネトゲで負けた時思わずやりそうになるんだよね。マジで。ノリ。千代ちゃんの通学路。生徒たちの間で変な噂が騒ぎになる前に俺が救ってみせる。待ってろよ、待ってろよ。あ、魚覚悟。無事でよかったな、サターニャ。間一髪だったわね。あれ、な関係のままこの投稿を終えなきゃ。まあ多少フレンドリーに分かれたところで、教室に着いた後はまたお互い分相応なポジションで住み分けするだけで。いかん、勝手にネガティブになってる。